飯時々旅の佐藤です。今回は日本の最北端稚内市を目指しグルメドライブをしております。稚内市に到着するまでの道の駅やグルメを堪能しすぎたため、前後編に分けてのお届けとなりました。稚内方面へドライブなさる方のグルメの参考になれば幸いです。この動画が面白かったと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。北海道の美味しいものを食べ歩いています。5時起床6時出発で、今回は2泊3日の道北旅行。北海道在住歴イコール年齢の私ですが、最北端の稚内は未踏の地、この機会に行きたいと思い立ち出発いたしました。あいにくの雨です。初日の宿泊先は動画でも紹介した風の宿宗谷パレスさん。オロロンラインを通って向かうので、札幌からの距離は約300キロ。あいにくの天気での出発ですが、今回も美味しいものを食べながら向かいたいと思います。石狩の道の駅で少し休憩をし、先に進むこと約2時間ほど。一時は豪雨でしたが、雨が少しずつ弱まり、留萌に入りました。到着したのは道の駅留萌。敷地がとても広く、公園やアンテナショップ、キッズスペースなんかが置いてありました。施設内は撮影禁止のため映像はありませんが、旅序盤ですがお土産を購入していきます。建物の外にはこのように食べ物のお店が並んでいました。とても魅力的なので覗いていきます。早朝出発でお腹はペコペコ。留萌といえばタコが有名です。すかさずタコザンギを購入です。タコが柔らかく揚げたてでとっても美味しいです。20個近く入っていて、タコザンギ好きには嬉しいです。カズノコの生産日本一の留萌、カズノコドッグという気になるメニューを見つけたので、ここでも一つ注文です。こちらがカズノコドッグ。注文してから作ってくれました。ふわふわ熱々のパンの中にはカズノコとマヨネーズベースのソース。カズノコとパンのイメージがなかなかつかないのですが、ソースとカズノコが上手に合わさっていてとても美味しかったです。カズノコもたっぷりで大満足です。ごちそうさまでした。続いてやってきたのは2023年3月31日に廃止となった留萌駅です。 JR 留萌駅という文字が外されていました。年々廃止になる駅が増えているので、もっと JR を利用しようと感じました。駅を出てすぐ向かいにある永田鮮魚店にやってきました。観光市場というよりも地元の方で賑わっている市場内にあります。地元の新鮮な海鮮が安価で販売されています。今日帰るのであればいろいろ購入したかったのですが、今回はお目当ての海鮮丼です。発見しました。まだお昼前でしたが残り4つ。この後目の前で次々なくなるので慌てて1つ購入しました。会計時にわさびと醤油をいただき、早速車内で食べていきます。この新聞紙で包まれているのがいいですね。新聞を開くとさっき見た海鮮丼がお目見え。ウニ、イクラもたっぷり入っていて1900円はなかなかお安めです。丼自体もかなり大きさがあり、重量たっぷり。ネタはウニ、イクラ、甘エビ、ホタテ、マグロ、サーモン、そしてタコ。早速いただきます。まずは目を引くウニ、一つ一つが大きくて形が綺麗です。口の中でとろっと溶けていき、とても美味しいです。エビやプリプリのホタテ、どのネタも鮮度よく、さすが鮮魚店。下にたっぷり入った酢飯も美味しいです。すぐに売り切れてしまうのも納得の海鮮丼に大満足。ごちそうさまでした。留萌市内中心部を抜けて先に進みます。のんびりとした雰囲気で、今度ゆっくりと見て回りたい街でした。一時は豪雨で前を見るのも大変でしたが、天気も回復してきました。留萌市内から車で十数分で小平町に入りました。小平町は明治から大正にかけてニシン漁で栄えた町です。小平町の名前の由来はアイヌ語のオピラウシペ、川口河口でしょうか、に崖がある川から来ているそう。遠目でもわかるほど立派で趣のある建物が出てきました。次はここに立ち寄ります。到着したのは道の駅小平ニシン番屋です。手前に見えるのが道の駅。
奥にあるのが国指定の重要文化財、旧花田屋番屋です。そして国道232号線を挟んだ今いる海側の場所は日清歴史文化公園になっていました。この銅像は北海道の名付け親の松浦武四郎、探検家だった武四郎はアイヌ民族への敬意を込め北海道という名前を含めた6つの候補を出し、最終的に現在の北海道となったそうです。すぐ目の前には海があり、とても綺麗な場所です。道を渡って道の駅尾平にしん番屋に入ってみます。尾平町観光交流センター、食材供給施設、旧花岳番屋の3つの施設が入っていて、休む食べる見るが揃った道の駅。中に入ると吹き抜けのホールで壁一面に大量バタ、実際に使われていたものということでした。特産品のお土産の販売所や歴史文化保存掲示ホールなどもありました。良い匂いにつられて食材供給施設にやってきました。お昼時ともありとても混んでいました。先を急がなければいけませんが、魅力的なメニューに惹かれすぐに出てきそうな名物料理を注文していきました。それがこちら、にしんそばです。この湯気、つゆの色、たまらなく美味しそうです。甘みのあるつゆは体に染み渡っていく優しい味、少し太めの麺とよく合います。乗っているニシンの甘露煮は箸で持つとほぐれてしまうほど柔らかく煮込まれています。そば、つゆ、ニシン、どれもが美味しく手が止まらない一杯。食事どころの雰囲気もあり、うまさ倍増であっという間に完食です。こちらもごちそうさまでした。すぐ隣には国指定の重要文化財の旧花掛番屋があります。1905年頃に建築された二神御殿で、地元の網元の花掛の家屋、北海道内に残っている番屋としては最大規模で200人ほどが居住することができた大二神寮家だそうです。現在は一般公開されていて入場ができます。当時使用していた家具なども見ることができて興味深い施設です。道の駅を出発し先へ進みます。この後お昼ご飯にするか観光するかの選択に迫られます。行きたいお店は14時にはお昼休みになってしまうので、観光したい場所に立ち寄ると間に合わなくなってしまいます。社内会議を開き、なかなか来れる場所ではないのと、一度は訪れたい場所だったので観光を優先することにしました。目的地は三毛別ヒグマ事件復元地。1915年12月9日に三毛別六千沢の集落に巨大なヒグマが現れ、9人を襲い5人が亡くなった日本史上最悪のクマによる惨劇が起きた舞台を再現し保存している場所です。年々札幌でもクマの出現が増えていて、遠く離れた話とは思えないですね。苫前町に入ると至る所に熊の看板やベアーロードと名付けた道が出てきます。山の中に入りますが、至る所に看板があるので目的地まで迷うことはありませんでした。実際に熊が出てきてもおかしくないような道に入り、雰囲気が少し変わってきたと思ったら到着しました。それがこちら、三毛別ヒグマ事件の復元地。実際に事件があったのはここから少し離れたところだそうです。入り口に慰霊碑もあるので手を合わせてから中を回りました。復元地ではありますが、思わず声を潜めてしまう雰囲気です。事件の詳細をここで知ることができますが、事前に調べてくるとより違った気持ちでここに来られると思います。横を見るとすでに見えている大きな熊の模型、ここからでもその大きさがわかりますね。体長が 2.7 メートル、体重が約340キロもの大きさのヒグマ、実際に目の前で現れた時の恐怖は計り知れません。隣の建物の中は当時の家を再現されていました。入り口にはパンフレットや訪れた方が記載するノートも置いてありました。外にあったこちらの木には分かりづらいですが、熊の草根が生々しく残っています。
こちらは熊の穴だそうです。中から若干獣のような匂いを感じたような気がしましたので、少し怖くなりこの場を後にしました。三毛別ヒグマ事件復元地を出て海沿いの道に戻り、走ること数分、気温もどんどん上昇し暑くなってきました。お昼の時間を少し外れましたが、お腹はペコペコ、何か食べようと思います。加工工場直営の甘エビファクトリー海老名漁業部さんに到着です。羽幌町は北海道でもトップクラスの甘エビの漁獲量、イートインも可能ですが、店内はほぼ満席だったため、テイクアウトで車内で食べながら移動することにします。甘エビパスタなど人気があるそうで美味しそうでした。店内は甘エビを加工した商品が並んでいて種類が豊富です。解凍すればすぐに食べることができる酒蒸し、どれも美味しそうで夜食用にいくつか購入していきます。甘エビのフレークやお土産にぴったりのラスクもあったので、こちらも購入していきます。そして注文したのがこちら、綺麗に並んだエビが美味しそうなエビ丼です。サイズが SML の3種類あり、 M で注文しました。すでに味がついているのでそのまま食べていきます。手をつけるのがもったいないビジュアルですね。今回の旅ではかなりいろいろな種類を食べ物食べましたが、振り返ってももう一度食べたいと思うほど美味しかったです。味の濃さもちょうどよく、エビも甘くて最高でした。今度は店内で食べてみたいと思います。ごちそうさまでした。こちらは甘エビの唐揚げ、袋を開けるとスパイスのようないい香りがしてきます。これが450円で食べれます。塩とスパイスの味がとても合っていて手が止まらない一品、お酒が飲みたくなる、そんな唐揚げです。羽幌産粒のフライ、粒のフライは珍しかったので注文、柔らかく癖もなくこちらも美味しいです。すべて揚げたて出来たてでの提供だったのも嬉しかったです。美味しく完食しました。ごちそうさまでした。次にやってきたのは道の駅ホット羽幌、羽幌温泉サンセットプラザ羽幌が中心となっている施設です。営業時間外でしたがレストランのメニューも充実しています。道の駅のコーナーでは羽幌町の特産品が販売されていました。ホテルの入り口すぐのフロント前にありました。日帰り温泉利用は大人1人500円、入りたいところですが時間がなく今回は断念。建物の隣には羽幌バラ園がありました。タイミングが良かったのでとても綺麗に咲いていました。約300種類2000株の世界のバラが咲いているそうです。バラでも様々な色種類がありつい見入ってしまいました。このバラ園も道の駅ホット羽幌に指定されているそうです。道の駅を出てやってきたのは初山別にある梅沢商店さん、大正10年創業の一夜干しの老舗のお店です。北のハイグレード食品プラス2015に選定された天然甘エビの丸干しを購入させていただきました。お店のお母さんからお塩も頂戴しました。旅行後大事に開封しました。羽幌さんの朝採れたての天然甘エビ、手作業で内臓を取っているそうです。エビ味噌だけを残して乾燥させているということでした。手を加えたとは思えない見た目でとても綺麗です。雑味などが一切なく香ばしさと味噌の香りが最高です。これはお酒を飲む方へのお土産に喜ばれると思います。続いて初山別温泉岬の湯、こちらの向かいにある道の駅ロマン街道初山別に立ち寄りました。天文台や温泉キャンプ場など複数の施設が揃った道の駅、道の駅の施設の中には売店やレストランがあり、中で飲食ができるようになっています。お昼の時間がずれても営業している道の駅は遠方ドライブにはありがたい存在です。ソフトクリームを購入しようと思いましたが気になるメニューを見つけてしまったので注文しました。待っている間に気になる飲み物を見つけたのでこちらも注文しましょう。鮮やかなピンク色のハスカップソフトクリーム、ミルクにハスカップの果汁をミックスしたさっぱりとした味、
ハスカップの酸味が程よくスルスルと食べてしまうソフトクリームです。初山別産の天然マフグを使用したフグだしラーメン、醤油と塩の2種類あり醤油を注文しました。安心感のある私が大好きなタイプのラーメンです。早速いただいていきます。綺麗なスープは油膜に覆われていて熱々、一口飲んでびっくり、とても美味しいです。あっさりスープの中にコクがあり、時間が許せばもう一杯塩も食べてみたかったです。スープまで簡易、美味しいラーメンに大満足でした。ラーメンの後で炭酸が飲みたくなりますので、この辺りでよく見かけたマスカットサイダーというのを購入してみました。手塩町の朝日飲料さんが製造しているそうで、50年以上続くロングセラー商品ということでした。手塩町の居酒屋に行くと高確率でマスカットハイというこのサイダーを使ったメニューがあるということです。初めて飲みましたが、どこか懐かしい味わいでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。初山別を出発し先に進みます。朝6時頃出発し、今の時刻は16時少し前です。当初の天気予報は曇りや雨が並んでいましたが、なんとか持ってくれたのがありがたかったです。そして到着したのは2020年にリニューアルオープンした道の駅縁別富士見、とても綺麗な建物です。営業時間外でしたが、広々としたフードコートがありました。この別れが遠くなる街縁別、いいですね。ここでは夜に食べるおやつなどを購入していきます。眠気覚ましにコーヒーも購入し再出発です。このコーヒーちなみにすごく美味しかったです。この辺りから見慣れない植物などが増えてきました。道の駅縁別富士見を出て約20分、本日最後の道の駅に到着。それが道の駅手塩。道の駅目的の旅ではないですが、あるとついつい寄ってしまいますね。特産品のしじみを使った料理が食べられるレストラン、しじみ塩ラーメンがすごく気になります。普段目にするしじみ貝より少し大きいサイズのものがありました。こちらで購入し郵送している方もたくさんいらっしゃるようです。美味しそうなソフトクリームやスイーツもあります。月間売上ランキング1位はしじみの第 1kg だそうです。売店でお土産を物色し購入、ショーケースに並んでいるスイーツも少し気になります。ここから宿まで休まず進むので当分補給をしていきたいと思います。道の駅手塩限定のいちごミルクスムージー、手塩町の宇野牧場の最高峰の牛乳と浦河町のいちごを使用、美味しくて一瞬で飲み干してしまいました。道の駅の外にありましたガンダムのマンホールのキーホルダー、購入しようかと思ったところ相方に見つかり断念です。こちらはドム、そしてこちらはガンダムです。ここだけで30分ほどの尺が欲しかったのですが諦めました。こちらが外にあったマンホール、一つ見ると全部見に行きたくなってしまいますね。ちなみに隣にはポケモンのポケフタというのもありました。これはロコンというポケモンだそうです。ここからは本日のお宿宗谷パレスさんに向かって進みます。手塩町を離れ幌延町に入ります。この幌延町といえばオトン類風力発電所、高さ約 100m の風車が 3.1km にわたって立ち並んでいるこの景色です。今年の4月より建て替えによる解体が行われる予定でしたが2年延期されたため今回見ることができました。風車は全部で28基、オトン類とはアイヌ語で浜にある道という意味だそうです。左手にはかすかに利尻富士が見えたような気がしましたが、天気の良い日だとはっきり見えるそうです。北海道の広さ雄大さを改めて実感する道でした。この後一時は前はほとんど見えなくなるほど霧が濃くなり雨が降ってきました。そんな中稚内に入ります。雨は一旦止み一安心、本日のお宿が近づいてきました。
朝6時に出発し、途中あちこち寄り道をしてお宿に着いたのは12時間後の18時頃でした。到着いたしました風の宿宗谷パレスさん、別動画で宿泊の様子を紹介していますので、よければご覧ください。珍しい温泉と美味しいご飯、そして温かいおもてなしのとても素敵なお宿で、稚内に来る際にはまた来たいと思いました。今回尺が長くなってしまいましたので動画を分けたいと思います。次回2日目もいろいろな美味しいご飯を食べ歩いていきます。北海道の歴史を学び、美味しいものを食べ、充実した一日になりました。次回もぜひご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録をぜひお願いします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。